まず本を出す今の心境を伺いしてもよろしいでしょうか。はい、自分の人生が本になるなんてこう想像してなかったんですごいびっくりしてます。こう本ってこう自叙伝ってすごいもっと有名な人とかが出すと思ってたんで信じられないです。でもすごい嬉しいです。はい、続いて書いていて一番印象に残っている場面を教えてください。印象に残っているところはキャバクラでこうナンバーワンになってからがすごい大変だったんでこうその時のことです、では最後にファンの方へメッセージをお願いします。いつも応援してくれてありがとうございます。これからももっともっと頑張っていくんでよろしくお願いします。ありがとうございます。5000万の数字を思い切り出してますが、連勝来てるではありませんか。決勝、はい、ガイドにとして今後のビジョンがもしあれば洋服のアパレルですか。はい、今後いっぱいあります。やっぱお店出して今ネットだけなんでお店を出してこう海外に進出したいです。海外ですか。はい、海外で海外全部です世界中の女の人へっていう感じなので。結構額大きいですね。額大きい、額っていうかそうですね、額っていうよりはこうみんなに自信を持って洋服着てもらいたいっていうのがあるんで大きいです。あれは夢見てるのは、最後1個だけお願いします。はい、ライフ取りとしての女性じゃない、女性活躍の年ですね。なんか一言あったらしてください。女性に対して、こうなんだろう、女性に対して仕事、まあ、本にも書いたんですけど、もともとこう仕事に対してあんまり頑張ってなかったんですけど、こう頑張ったらこうなんか努力したら結果はなんかついてくるじゃないけど、もうそこは女の人でも男の人でも変わらないと思うんですけど、こう仕事を頑張ったらなんだろう、頑張ったら夢は叶うじゃないけど本当に、目標を持って頑張るのが大事だと思います。では以上で。左手の薬指の指輪は、これは仲いい女の子とお揃いなんですよ。じゃないです。キャバクラの一番仲いい、なんか尊敬してるんですけど、その人とお揃いです。家族以外には会社の人ですね。はいないです。会社が家族みたいです。はい、では以上で終了させていただきます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。